ミハイル・ニキート・ビチ・テリアン1987年10月13日はソビエト連邦の指揮者、ビオラ奏者、音楽教師、アルメニア共和国人民芸術家、モスクワに生まれる。1919年から1925年の間、モスクワ音楽院でバイオリンをゲオルギー・ドロフ及びコンスタンティン・モストラスに支持する。また、ピアノコンスタンティニグムノフに室内楽を フェリックス・ブルーメンフェルト、エフゲニー・グジコフに学んでいる。この間、1923年にバイオリンからビオラに転校し、翌1924年、アルメニア系の音楽院学生仲間と共に弦楽四重相談を結成する。この弦楽四重相談は、1932年にコミタス記念弦楽四重相談の名称を与えられ、 優れた演奏により1946年には、スターリン国歌賞第2席を受賞している。テリアンは途中短い対談期間はあったものの、結成から1947年までのおよそ20年間、ビオラ奏者としてこのアンサンブルに在籍した。室内アンサンブルの奏者として活動するかたわら、オーケストラ奏者としても活躍し、1926年から1931年に、 かけてと、1941年から1945年に、かけての間、ボリショイ劇場のピットに、主席ビオラ奏者として入っている。指揮者としての活動は、1946年に母校である、モスクワ音楽院の学生管弦楽団を指揮することに始まる。1973年までこのオーケストラを率いて、海外公演や録音活動を行っており、 カワレフスキーのソビート連邦の青年に捧げる競争曲三部作のうちバイオリン競争曲チェロ競争曲第一番の初演式を担っている。1954年から1960年にかけてはレフシテーエンベルクが創設したモスクワ国立交響楽団の首席指揮者を務め、1965年から1966年にかけては アルメニアフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督、主席指揮者を務めている。1935年にアシスタントとしてビオラの教授に携わったのを皮切りに、テリアンは母校モスクワ音楽院で教鞭を取り続けた。1937年には四十九1945年からは並行してビオラのクラスも担当するようになった。 1944年に教授となり、1961年からはオペラ、公共学識部門の主任となっている。門邸には、ボロディン弦学四重奏談のビオラ奏者を務めたドミトリー・シェバリーンらがいる。1987年にモスクワで母子した。氏名はいくつもの表記があり、名は、ミカエル、不詳は、ニキ・イティチ、生はテリアンとする場合もある。 ロシア5番ウィキペディアは、ミカエル・ニキートビッチ・テリアンを撮っている。この項は参考としたサイトのうち、モスクワ音楽院公式サイトが撮っている、指名表記を記事名とした。残る一作は、カワレフスキー自身が指揮を担当した。作曲家で、モスクワ音楽院院長を務めたビッサリオン、シェバリーンの息子。ありがとうございます。